書き。サトシくんが書いてくれたよ。ノイズおっかない。え、こんにゃく好きですか。大好き。ノイは、なんだなんだ、じゃじゃん、シルバニアファミリー森の木の学校。おお、大きな木のある学校、パーツがいっぱいある。楽しそうな学校だね。レッツプレイ。よいしょよいしょ。さあさあ、何してるの。森の木の学校を作ってるんだ。おお、面白そう。あ、ネズミさんいる。トモリン、この子はネズミじゃなくてショコラウサギだよ。え、そうなの。耳が長いでしょ。ショコラっぽい色してて可愛いね。この白いネズミさんも可愛いね。それはミルクウサギ。今からとっても可愛い木の学校を作るから、トモリン見ててね。オッケー。ここに柵を置いて、お外でおしゃべりができる場所にしようっと。大きな木をセット。おお、大きな木だ。お外にベンチを置いて、ここでもおしゃべりができるようにしようっと。おしゃべり大好きだね。看板をここに置いたら、お外は完成。寂しい看板だね。何か仕掛けがあったりして、まあいいや、中へ入ろう。はーい。教室の中はまだ未完成だった。いろんなものが置いてある。ちゃんとした場所に置いていこう。これは何の本かな。え、クモリンの写真集じゃない。なわけあるか。ショコラウサギとミルクウサギに本を読ませてあげて、残りは棚にしまっておこう。黒板消しがあるなんて細かいね。地球儀だ。本当に世界地図が書いてある。僕たちは今どこにいるの。僕たちはここだよ。ジャパン。ちっちゃー。地球ってとっても大きいんだね。つまり学んだ。望遠鏡がある。お星様も見られるなんてメルヘンな学校だね。秘密基地みたいなとこある。この上にも行けるね。それじゃあ、ここに望遠鏡をセットだ。僕ここでお昼寝したいな。いいね。僕もここで本読みたいな。寝るの早。サンサンの木の学校完成。こんな学校に通ってみたいね。起きるの早。椅子に座って、今日も楽しい学校だよ。休み時間はここでおしゃべりタイム。つまりはここお気に入り。あんたたちまだまだね。あ、つくも。やっほー。私ならもっとオシャンティーな学校を作れるわよ。本当？見して見して。このシールがあったこと、あなたたちは知らなかったのね。シール、知らなかった。シールをペタペタ貼っていこうよ。ペタペタペッタンペッタンペッタンペタペタペッタンペッタンコ。おお、賑やかになった。あー、トモリンの写真集じゃなかった。そりゃそうだ。教科書も作れるわよ。私なら、ここをもっとオシャンティにできるわ。どういうこと？柵をこうするでしょ。おお、テラスにセット。入り口に木を置いたら、もっと大変でオシャンティになったわね。木の中に学校があって可愛い。ミルクウサギも嬉しそうだね。ベンチを屋上に置いて、望遠鏡も置いて、ここで星を眺めるの。メルヘンだね。じゃあ、クマリン、行きます。変な感じにしないでよね。ボクチンは機能性重視なの。ボクシン？つまり望遠鏡は星を見るためじゃない。え、後ろの席の人も黒板がよーく見えるように机につけます。逆に見にくいわ。全然オシャンティじゃないわ。でも今日は授業終わったから、先生帰っていいですよ。勝手に終わりにした。あ、いいこと思いついた。さあさあ、つくも室に入ってきて。はーい。わずら、また俺抜きで遊びやがって、いたずらしてやる。クモリンめ、待ちなさい。逃げろ。おい、いたずらさせろ。クリスタイム。実は今日の動画のどこかにソーダおじさんが隠れていました。ソーダおじさんはどこにいたでしょうか。動画の何分何秒にいたかな。答えはコメント欄で教えてね。ソーダおじさんっていつも僕を吹っ飛ばしてくるおじさん。そうだ。わー、面白いと思ったらグッドボタンを押してね。プチグッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。プチベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。俺どんな遊びした。